ヤオコキッチンのトヨタです。アイスクリームのシチリア風のデザート、カッサータを作らせていただきます。材料はこちらです。ハーゲンダッツのバリラ、ハーゲンダッツのクリスプチップチョコレート、イエスの完熟マンゴーとスイリアーモンドとレーズンミックス、そしてクルトンを使います。冷凍のマンゴーは軽く包丁で切れる程度に解凍しておきました。大きさとしては 私は5ミリから8ミリぐらいの大きさの角切りにするのがこの料理には一番合うと思います。角といってもある程度形は不揃いで十分です。まずは切れるぐらいの柔らかさにしてこんな感じに切っておきます。続いてアアーーモモンンドドの準備をしますアーモンドは 私はどうもこのピエトラのオリーブオイルの瓶が使いやすいんですが瓶の下の方に底の方にラップをしましたこれで潰してくださいこの時にあまり丁寧に細かく潰しすぎないようにある程度大きさに下がった方が最終的に美味しく仕上がりますそして潰したアーモンドをフライパンに入れて油を入れないで とりあえず最初はちょっと強めの温度で結構です。アーモンドの香りが十分出るまでフライパンが温まったら中火にした方が辛い、えー、りは楽だと思います。今私が使用しているのは IH ヒーターですから特に真ん中だけが温まりやすいんですがガスだと周りの方が温まりやすいです。とりあえずこれで徐々に香りが出てきました。 軽く全体に広げるようにしながら、えー、特に細かく砕けたアーモンドがうっすら茶色く色づくぐらいまで、えー、香りを引き出すためにここでよーくしっかりから入れしてくださいあ、だいぶ細かいのは茶色くなってきましたそして香りもずいぶん出てきましたこれなんとなくこれぐらい、えー、カメラから見てもなかなか見づらいかもしれませんが細かいのが 茶色くなったらこれで火を止めて、えー、フライパンから取り出しておいてくださいまずはバニラアイスクリームちょうどスプーンが刺さるぐらいのか硬さにしてあるのが一番使いやすいぐらいです今冷蔵庫にしばらく入れて少し柔らかくしておきましたこれを、えー、まず入れて順序は 特にどうしなきゃいけないというのはないんですが、えー、まず先ほど吸い入したアーモンドを最初によく、ま、混ぜた方が楽かなそれからレーズンさらに、えー、角切りして準備したマンゴーを入れます。この 3つぐらいまでを混ぜておいてとりあえず全体を潰さないように混ぜてそこにクルトンを出しますこのクルトンが最終的にはとても重要なポイントにはなりますこれでよく混ぜておきますそしてクリスプチップチョコレートのアイスクリームをここに足しますこの時にポイントは 混ぜすぎないことです。これをこちらに混ぜて全体を軽くこんな形で粗く混ぜる程度にした方が最後の見た目が良く味のバランスも取れます。えー、カスタードというのは 元々は甘露ロ,ロというケーキの中の詰め物だったようです。えー、リコッタチーズと生クリームで作るんですが、私はアイスクリームで作るのはとても好きなんです。えー、イタリアでも特にシシアの高級レストランでアイスクリームで作ったカサータが出てきます。えー、これをこんな混ぜるだけでできる簡単な料理です。このまま冷凍庫に30分程度入れて、まずは冷やしてください。 カスタータを盛り付けます。冷凍庫で十分冷えて固まってます。えー、こんなスプーンを、えー、お湯で温めて、温めてから固まったカスタータをこんな風に、ちょっと崩しながら、お皿に盛り付けてみてください。一人前でこれぐらいですかね。微妙に、えー、バニラと、この、 違うチョコレートの色のアイスクリームをあえて混ぜないで盛るのが一番イタリア的かと思います。そして意外とイタリア人は大人がアイスクリームを食べます。えー、しかも夏は赤ワインと一緒にアイスクリームを楽しんだりします。えー、これはシシリアのテレシシリアーネという赤ワインです。これをよく冷やしてアイスクリームを食べながら 飲むのも美味しいかと思います。ぜひお試しください。